先生と、はい、どうもと、くまさんと、はい、皆さん、長い間、本当に、お待たせしました。たった2ヶ月。そんな長くない。そうなんです。今回、実は、新生パスラボということでね、復活するんですけれども、せっかくなら、復活したということで、3つの公約をね、用意してきました。おぉー。いいですか？絶対守るよ。はい、必ず守ります。まあ、一言で言うと、まあ、いつも楽しく学べて、もちろんそれもね、軸にあります。ただ、一言で言うと、皆さんの成績とか偏差値がしっかりと上がるようなちゃんとした企画っていうのも用意してます。確かに今までは全然上がんなかったもんね。いやいやいや、そんなことない。上がってました。まあじゃあ一つ目、それはパスラボチャレンジ、略してパスチャレです。一言で言うと、今までの復習問題プラスアルファみたいな感じ、毎日の動画、ありますよね。そこで復習問題というか、まあ、パスチャレっていう名前で、英単語、英熟語、会話表現、文法などなど、まあ、ミニテストみたいなのをね、行おうと思います。本当にもう10秒15秒で解ける。それは入試で品質のものをピックアップして毎日ねやれるようにしますので、しっかりとね実力がつくと思います。まあ、これはまあ普通よくあります、うんうん。あんま変わってない。はい、じゃあ2つ目、これはですね、英単語ラボ。何かっていうと、まあ、一言で言います。皆さんの英単語の偏差値を週に1回測定します。偏差値分かった。これ面白くないですか？これ面白い。英単語のテストって例えばみんな小テストとかさ、それだけじゃないですか。けど僕が一番大事なのは小テストみたいな英単語、毎週1回偏差値を計測できるってことなんです。これは、YouTube の動画っていうよりは SNS を使ってやります。毎回ね、Twitter とか、データもやる予定なんですけれども、英単語、例えばセンターレベルの英単語、中学レベルの英単語から東大京大レベルの英単語まで混ぜます。そしたら自分の、まあ、解いてもらって、そのスコアが出ますよね。それに応じて偏差値がいくらって出る。だから最悪中学生でも東大京大レベルの英単語までできるし、逆に受験生でもあれとセンターレベルでも怪しい、そういうのはね分かると思います。ぜひ週に1回自分の英単語の偏差値を測ってみてください。うんうん。まあ、これはどうですか？まだ来てないですよ。人類初の試みが2つあるってことで、お腹ね、腹さん、うん、半分目ぐらいです。確かに全然満たされてない。わかりました。僕が体を張ります。3つ目の企画、これはライブです。まあ、ライブって言ったらまあ1つですよね。まあ、週に1回は、けど土日はどっちかにもやろうと思います。ただその週1ライブとは別に、訳して究極ライブを行います。うそくさ。これは何かっていうと、まあ、一言で言います。人類が未だにやったことないものを僕がやると。スライムブローを作ってみたとかじゃなくて、ちゃんと勉強に。例えばじゃあ、かなえさん、なんかやってみてほしいものありますか？48時間勉強してみた。いいね、やってもいいけど。なんかただ勉強体系だと、だけだと面白くないですよね。くもさん、なんかありますか？なんか模試受けてほしいとかあります。模試とかも全然受けますよ。僕、うん、去年、全東京図模試受けてるの。じゃあ、アイオンなんか。世の中の全ての参考書買い尽くす。大人がね、そのお金はないですけれども。じゃあ、一言で言います。5月2日土曜日の10時から青チャート数一へ全問解くまで帰れま点ライブします。これ何かっていうと、まあ、検証企画ですよね。青チャート本当に全問解きます。だから最悪分からない、もう12時間超えるかもしれないけど、そこは勉強耐久ライブみたいな形でやろうと思う。すごい、かなえさんがさっきから軽蔑してるような感じで言ってますよ。これは受験生の時思ってたよ。あれ、数一への青チャートめちゃくちゃ量がありますよね。分厚いですよね。これって何日で解けるんだろう。けど受験生の頃はやりたくない、やれないですよね。そこを僕が体を張ってやろうと思います。まあけど本当にね、これはまあ思いついた企画というか、結構リクエストもあったんですよね。なのでまあやろうと思うんですけど、この企画以外にもね、例えば模試を受けるとか、逆にパスラボが模試を作るとか、ね、いろんなことができますので、ぜひ今後も本当にパスラボをよろしくお願いします。明日からパスラボの動画がスタートしますので、ぜひ応援の方本当によろしくお願いします。イエイ、お願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。